この時間はサンプドリア対フラメンゴ、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。コンディションですが現在は曇っているんですが、先ほどまでは雨がパラついていました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サンプドリア対フラメンゴ、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10を芯によって使い分けることができる選手層が厚いチームですからね。多彩なプレーに今日は期待したいところですよね。そうですね。ペリシッチからファーサイド、これはキーパー、さあカウンターのチャンスになります。ルーカス・トレイラ、激しいボールの奪い合い、これは笛はありません。アグエロ、ここは競り勝ちます。ルーカス・トレイラ、パスでつないで攻め込んでいきます。サンプドリア、クエスタ、おっと、さあ今日はどちらのチームが先にシュートを打つんでしょうか。エメルソン、アブロー、ルーカス・トレイラ、大きく縦へ、シャドリ、プレッシャー、ムベンバ、長いボールを送ります。立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。プレスからボールがこぼれる、裏へ届くか、これはつながりません。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはサンプドリア先制ゴールが決まりました。1対0。もう1点取ることによって試合の進め方、こうメンタリティの部分大きく違いますからね、はい、ピッチ上雨が降ってきたようです。ああ降ってますね。振り始めはボールが走りやすくなるのでコントロールには注意が必要ですよね。ブロゾビッチ、ペリシッチ、フラメンゴとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね。それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。さあサンプドリア得点を重ね2対0という展開。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。そうですね。裏へのスルーパス、抜けてくる、あるか、ここはキーパー処理しました。ムベンバ、左サイド上がってきます。さあ縦に仕掛けたボール、し
しかしこれは通りません。さあ繋がるか、ここで収まる、おっと来た、1対1、このチップキックは弱かった。まあ、相手のこう意表をつくというかね、そういったシュートだったかもしれませんけどね。マリアーノ、ここ来ましたよ、中央へ、ヘデガー、いやいい反応でしたね北澤さん。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。フラメンゴ、頭できた、サンプドリア、ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。いいプレッシャー、ルカス・トレイラからアグエロ、前が来ましたよ、シュート来た、シュート来た、サンプドリア3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね、おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。今日2点目です。さあサンプドリア、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ペリシッチ、ダンカンからジュリアーノ、ペリシッチ抜けてくる、左サイドを上がっていきます、一人で持ち上がっていく、ルカス・トレイラからブラント、ボールを返した、ボールに立ってきますよ、サンプドリア、これは奪い返します。シャドリ、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半だけで3ゴール、フラメンゴ、前半をうまく乗り切れなかったように見えましたが、どう思われますか。パスの出どころやボールの奪われ方なんか見ていてもうまく噛み合ってませんよね。一人一人の役割をしっかり確認した上でこの状況を打開していってほしいですよね。サンプドリア対フラメンゴ、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。フラメンゴとしては、まあ、このハーフタイムでどういう引き出し、これは完全に枠狙っていくのはいいことですよね。ビハインドの状況でもまずはこういう気持ちで積極性をアピールすることが大事ですよね。打っていけば何か起こるかもしれませんからね。サンプドリア、ここもしっかりディフェンスしました。さあ左へ預けて抜けてくる、素晴らしいパスだ、シュート、手を緩めません。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは
当然ハットトリックということになります。さあサンプドリア、このゲームの主導権、シュート、サンプドリア追加点。どこまで点差を広げるんでしょうか。グラント、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、さあ来た、容赦ない一発。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングが良かったですよね。アグエロ、今日2点目のゴールです。こうやって続けですから勢いを感じますよね。チームがこういい状況になってますよね。そうですね。ブロゾビッチ、先ほど行ったファウル、イエローカードをもらっています。サンプドリアとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど。そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね。守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。プレッシャー、ルーズボールになります。ブロゾビッチ、ここは通しません。マリアン、裏を狙う、さあグエロ、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。シャドリ、仕掛けるか、プレスからボールがこぼれる、審判流しました。左サイド上がります、バーへのボール、キーパー弾く、マリアーノ、サイドを使います、ジュリアーノからペリシッチ、フラメンゴがここで選手を変えるようです。さあフラメンゴ、同時に2人の選手が入れ替わります。ルカス・トレイラからのフィードボール、もうこれいいでしょう、自分で行く、さあシュートに行くのか、これはクリア、激しいボールの奪い合いです。これはつながりません。裏を狙っていきます、縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。チームも同じタイミングで動いてきます。ルーカス・トレイラ、またファールだ、チャンスを演出できるか、ドルーズボール、
裏へ届くか、これはどうだ、さあ一気にカウンター、抜けた、ソン・ムシン、ないですね、ダンカンからジュリアーノ、さあペリシッチ、フリーだ、ペリシッチ、シーナーが、いやファインセーブです、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが、ここで見せてくれました。フラメンゴは2本目のコーナーキック、サンプドリアはまだコーナーキックがありません。サンプドリア、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。スルーパス、さあ来たか、残り5分を切っています。スペースを狙う、おさらっとフリーだ、止めた、これはよく止めました、この難しいボールによく触りました。サンプドリアとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。トス触る、プレッシャー、ルーズになる、裏へのスルーパス、シュート、オブラート、ペリシッチ、スルーパスを狙う、裏のスペースをシュート、シュート、サンプドリア、さらにさらに点差を離していきます。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手を分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。頭だ、決めた、フラメンゴコーナーから頭でしっかり決めました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあフラメンゴ一矢報います。いやもうギリ、さあ笛が鳴りました。7対1、フラメンゴ敗れました。大きく差をつけられ、unforgiving, now we have a sauce. Matter to me.